皆さんこんにちは。こんにちは。三橋 TV のお時間です。この番組は月刊三橋会員の皆様のご支援によりお送りしております。キャスターは私高家の後三橋貴明です。三橋 TV は三橋貴明のブログ新世紀のビッグブラザーへのエントリーを取り上げ、視聴者の皆様に経済を学んでいただくという趣旨となっております。皆様ぜひともチャンネル登録をお願いいたします。はい、チャンネル登録はこちらからよろしくお願いいたします。三橋経済塾ですが、第2回の、講義が、安藤博先生をゲスト講師にお迎えしまして2月18日に開催されました。次回は岩尾先生ですね。形成史論ですが、高討論第49回後3年の駅歴史時事第49回オリンピックの起源がリリースになりましたので、ぜひ、ご入会いただければと思います。はい、私ね、前9年の駅で、はい、父親を亡くしてしまって、殺されたんですけどね。はい、で、後3年の駅で、絶対に勝てないような立場なんですけど、なぜか最終的な勝者となって、で、その後、平泉にですね、自分のこの理想郷、平泉中心としたってことなんですけど、はい、作ったある人物が、日本の歴史上ね、聖徳太子と並ぶぐらい好きなんですよ。へぇ、どうして好きなんですか？すごいからです。すごいから、はい、何がすごいかというと、まず運がすごいんですよ、この人。なるほど、持ってるんですね。持ってるんですよ。しかもその散々こう、なんでしょう、戦乱の中で、生きて、大人になってったから、本当に平和な国、みんな万民平等な平和な国を作ろうとしたのね。で、平泉って、金色堂とか有名だけど、あれユネスコの、今文化遺産になってるんだけど、なかなかならなかったのね。なんでかというと、そんな君主とかが万民平等みたいな、そんな国を作ろうとするはずがないっていうことになってた。そういうふうに言われてたの。それが東日本大震災で、こういう人たちなんだということを納得しました。みんなで助け合ったからですか、あの時。ということで、ユネスコに登録されたと言われてるんですよ。ね、興味深いです、ね。はい。ということで、ぜひ皆さん、次回のね、第50回の平泉の映画で最終回になるんですけど、ある人物、主人公にした、3回にかけたシリーズですね。お楽しみいただければと思います。はい。本日はゲスト会でございますね。はい、とりあえず、ご紹介いただいた方がよろしいんじゃないかなと思います。はい。本日のゲストは、三橋経済塾塾生 B3 ビルオーナーの桜井明人さんです。はい。ようこそ。すいません。すいません。ありがとうございます。どうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私も相当うさんくさいですけど、桜井さんも相当うさんくさいですよ。そうです。はい。歌舞伎町の人間なんで。はい。ごぼうの塔の奥野さんに匹敵するうさんくささですね。あちらは銀座のことで、私は。あちらは銀座でございますけどね。はい。こちら歌舞伎町ですね。桜井さん、どのくらい経済塾入られて？5年。5年ですか？5期ですよ。5期目ですかね。はい。きっかけ何だったんですか？京都で。あ、そうですね。京都で講演した時にお越しになられたんですけど、サインいただいて写真撮ってもらって。あ、その行き着いたのは何ですか？コケさんいたんですか？あ、いや、しました。忘れてやがったんだけど。そこに行き着いたのがどういう経緯だったんですか？もともと僕、後で紹介したんですけど、アルコール依存症だった時代があって、その時に先生の本を読み漁った時期があって、ずっと、もうだから、この番組も1回から見てましたし、その以前から先生の本。どうして先生に行き着いたんですか？なんでかわかんないですよ。酔っ払ってそのままずっと。なんかきっかけで。そうなんですよね。それで、ずっと読み漁って、それでたどり着いて、そこから発展してって。で、僕も何度か、公演をとか、歌舞伎町に公演をしてもらおうとかいろいろでアクセスしたんですけど、はい、僕が塾入って、ちゃんとコミュニティに入った方がいいなと思って、それで塾に入らせていただいて、すいません、いろいろご迷惑かけてます。はい。はい、ということで今日はですね、デマンドプルインフレという病ということで、コストプッシュ型じゃないんだよね。そうなんです。デマンドプルインフレというテーマで桜井さんのお話いただくんですけど、すごい面白いですよ、これ。はい。はい。じゃあまずお願いします。よろしくお願いします。はい。はい。自己紹介は今、言った通り、歌舞伎町のリースリービルという49テナント入ってるビルなんですけれども、を所有しております。で、アルコール依存症で断酒家として4年生ですね。っていうことです。で、入ってる店舗はホストさんとバーさんがメインで、バーは深夜0時からオープンっていう、ちょっと歌舞伎町ならではの文化のビルですね。が、全部です。はい。ぜひいらしてください。はい。はい
で、まあ、ここに関してはもうどんどん行くんですけれども、価格主要型にあたって、貨幣供給の手段っていうのはもう、皆さんは熟知している通り、まあ、国債発行で政府を経由して発行されるか、銀行借り入れで貸借によって、新規の貨幣の供給が起きると、以上の通りですね、ということです。はい。で、これが去年からの議論になってるんですけども、インフレなんですが、インフレにも種類があって、ディマンドプルインフレとコストプッシュインフレというのがありますと。で、今、地球上ではコストプッシュインフレで苦しんでる、まあ、地球のほとんどが苦しんでると思います。で、本当は健康なのはディマンドプルインフレ、需要を拡大するインフレであるということだというのが、まあ、理解ですよね。ただこれは、書いてあるんですけど、下村治さんが昭和51年の著書では、明確にコストプッシュ型インフレっていうのは悪性で日本だけであるってことは言ってるんですよ、ね。っていうことがありますと。はい。はい。はい。で、何が起きたかというと、まあ、令和は、コロナ禍。まあ、これもう本当、逆に言うと、皆さん忘れちゃってんじゃないかってぐらい、コロナ禍っていうのが、まあ今はコロナ収束期なのかわからないんですけれども、コロナが勃発したってことが大きかったっていうコロナ禍と、あと去年ウクライナ戦争で、で消費税拡充って書いてるのは、インボイスで隅々まで行くって、これうちの町で今本当に、うちの町は本当、従業員も個人事業主なんで、店舗の従業員ですね、もう、個人事業主なんで、非常に厳しい拡充が行われるということですね。で、原材料高で売上減。でもやっぱり労働量の確保と、価格の堅持っていうのが、課せられてると。そうすると、正しい、経済、企業の正しい判断としては、頭数を減らすか、労働量を増やして、まあ、給与を実質的に下げるっていうことしかないっていうのが、今の状況であるということです。はい。はい。で、私が今日来た理由なんですけれども、株主上が、唯一の、まあ、これ地球上で本当私類味ないんですけども、リバウンドプルインフレなんですよっていう、歌舞伎町だけは、要は、簡単に話すと、原材料、まあ、酒代ですよね。はい。原価がそのまま価格に転嫁できてる。もうそのままサービスに、そのまま価格に転嫁できてる。で、しかも需要が拡大してるっていう状態です。が、だからもう、パクス歌舞伎町っていう、状態なのが歌舞伎町ですっていうことです。需要拡大してるんですか？需要拡大してます。コロナの時と比べてじゃなくて、コロナの前から比べても？ですね、コロナの前から比べてもです。で、コロナの、だから、コロナの前から比べて、まあ、先にちょっと結論見た話なんですけど、コロナ前、コロナ禍で0円になったんですよ。は、う、い、ん。完全封鎖されて、完全分断を起きて0円になったんですけども、うんうん、今はコロナ前同月から、本当に2倍から10倍。すごいですね。すごいです。すごいですね。そうなんです。なんでなんですか？それが、気になる。ちょっとえげつないですけど、はい、話します、はい。はい。はい。で、歌舞伎町のちょっと話す上で経済の 大前提なんですけども、はい、まあ、1、2番は調達がないんですよ。調達ができないんですね。政府資金なんかそれこそ、間接的には政府のサービスあったとしても、政府資金が得られるわけではないですし、銀行借り入れすら歌舞伎町の個人事業主だったりとか、私自身も銀行借り入れで住宅ローン組めないですから、私。え？実際組めないです。厳しいんですか？で、納税額は、ある程度、払ってますけども、とんでもないですけども、でも借り入れできないです。それはその飲食店とか入ってるビルのオーナーさんだから、ね、みたいな感じなんですか？はい、そうです。へぇ、はい、いろいろですね。いろいろな理由です。はい。それだから、だもんで、まあ、ほんと VC だったり、クラファンだったりとかって、そんな言葉は彼ら知らないですし、もう新しい酒の名前か、みたいな、そんなレベルなんで、そんな、だから、いわゆる資本主義のビジネスモデルってものはないんですよね、うん、彼らは。で、一方で、まあ、皆さん忘れていると思いますけど、夜の街とか言われて、とにかく叩かれるときは、めちゃくちゃ叩かれるんですよ。歌舞伎町っていうのはとにかく叩かれ、さらされますね。で、5番で行くと、国政はもちろんなんですけど、私だいぶ陳情しましたけども、区政の区議さんも、
区役所って歌舞伎町に所在してるんですけども。あ、そうですね。あそこにありますよね。新宿屋しかあそこにありますよね。入り口にあるんですけど、あの、クギさんも多分ネット情報ぐらいでしか歌舞伎町の今の状況ってことは分かってないと思いますね。一番分かってるのは吉住区長って僕一番直接文句言ってるんですけども、吉住区長って言うんですよ。が一番分かってるかもしれないですね。で、そうなってくると、あれ、じゃあ、なんで歌舞伎町が、ディマンドプルインフレになってるんですかっていう話になるんですけども、はい、まあ、よその、なんかその番、なんかまあ、YouTube とかでも出てますけども、新規産業と新規イノベーションっていうものが起きて、はい、それに対する爆増した新規需要を獲得してるからっていうことになるわけなんですよ。はい、新規産業って何？それをちょっとまた次に、はい、お願いします。はい。あ、で、ちょっと、その前にですね、はい、忘れちゃってるんで、これ話しとくと、まあ、コロナ禍に歌舞伎町何が起きたかって、冒頭話した通り、本当に叩かれたんですよ。うん、2月に、それこそ春節でとかっていうのがあったみたいに、はい、コロナが始まって、3月31日の段階で、国交省の赤羽大臣から、テナント、そう、こういう我々みたいなテナントビルの大家が家賃の徴収を猶予しようとか、あと、まあ、歌舞伎町がって、歌舞伎町が発生じゃないか、みたいな、まで言われたぐらい、すごかったですよね。すごい、あ、うん、覚えてます。それもう、分断されまくって、うん、で、国会は閉会しっぱなしで、で、まあ、これらのことが起きたということがありましたか、うん、経緯としては。だから、そうですね。実際問題、歌舞伎町人間は本当、所得は4、5、6月10万円ですよ。一律給付の10万円だけ。それ以外ない、所得がないはずです。はい。多分、で、私ビルで全部カメラありますけども、本当に人いなかったんで、一人もいなかったんで、本当に多分10万円しかみんなもらってないはずなんですよ。はい、と思います。はい。はい。お願いします。あ、で、これはまあ、裏付けの記事なんで、まあ、時間がある時に見てみてください。はい。はい。お願いします。はい。で、じゃあ何が起きたのかっていうと、これはもう、若者の自力救済と中年層の救済放棄が起きてます。で今も起きてます。で、これちょっと想像してほしいんですけど、一例として、あれ、ちょうど4月をまたいでる時期にコロナの禍が始まって。2020年のですね。そうですね、2020年の、はい。それで、4月7日から非常事態宣言だったんですけども、まあ、その時に上京してきた大学生の男女、いらっしゃるじゃないですか。はい、それはまあ、1月、2月、3月で、まあ、一人暮らしの家を契約して、はい、で、給付金、奨学金の契約の手続きも段取りまして、はい、で、バイトも、まあ、こういう、奨学金借りるぐらいなんで、はい、バイトも、見つけて、うん、で、こういうふうな計画でっていうことが全部おじゃになるわけですよね。うんうん、で、奨学金っていう確定主催名だけが、で、昔の奨学金と違って、これ、主催名者が、学生なんですよね。はい。っていう、状態になると。で、極端な孤独と、まあ、不安による貴族欲求というものが起きるっていうことが起きて、で、ちょっとこっからちょっと経緯は、もし必要あったらいつか喋りますが、割愛しますが、結果歌舞伎町に結びついたんですよ、彼らは。彼ら、彼女らは、歌舞伎町に結びついたと。っていうことです。はい、じゃあ今歌舞伎町ってこう若めなんですか？若いです。若いです。10代からいますね。別な社会問題でやっぱり東横キッズっていうものが今有名になってますけども、本当未成年からいますね。今回のまたそれは今回では別のちょっとなんていうんですかね、社会現象なんですけども、これに関してはそうですね。ここら辺から結局2020年からなんですかね、うずき始めたっていうか、そういう若者がだいぶこうたどり着いちゃったんですよ。昔って40、50代とかだったんじゃない？おじさん、ね、おじさんって言ったんですけど、がいっぱいいるみたいなイメージだったんですけど。後でおじさんも登場しますんで。そうなんですよ。はい。はい。はい。で、あ、で、これはまあ、鎌球大なんで、歌舞伎町で当時のですね、私たちの記録が残してある、こういう YouTube とか、あと、私歌舞伎町でインボイス説明会とかは一応、彼らのために一応、説明したりとかしてますっていう、で、いいです。はい。で、次は、君とん、うん、映画なんですけど、僕100人以上自腹で、歌舞伎町人間、素晴らしい。ビルの1階にこれがちゃんとやって、導入したんで、藤井先生、褒めてください、本当に。ちゃんと感想を書かせたんですよ、みんなに。で、ちゃんと全員に返したんですよ、ね。っていうことをやってます。はい。はい。
で、歌舞伎町で、じゃあ、結びついたことで何があったかっていうと、歌舞伎町には、この一番は合法な、営業です。風営法許可のホスト、キャバクラ、派遣型性風俗店、これデリヘルと呼ばれるものなんですけども、で、深酒、これは深夜酒類提供店舗っていう許可なんですけども、バーですね。この、こういう営業、バイトにたどり着くわけですよね。で、まあ、男の人はホスト君だったりとか、バーだったりとかって、女性はキャバクラって規律が結構厳しいんで、キャバクラよりかどうしてもデリヘルっていう性風俗店に行くことが増えました。非常に増えました。はい。それで、まあ、2、3番なんですけども、新規イノベーションの、これ、ちょっと、小池さんに言うのもあれなんですけど、はい、本当にフリーランスの、売買春が、めちゃくちゃ横行したんですよ。で、たどり着いちゃったんですよね。で、若い子たちが結局もう、あの時って本当携帯時代しかなくて、友達もできない状態で、地元にすら帰れないんですよね。富山の事件があったんですけども、これはまあ皆さん覚えてないと思いますけど、本当忘れちゃいけない事件が富山で起きたんですけども、本当に地元にも帰れないし、地元に返したらなんで返してくるんだってなっておりましたし、本当にワンルームの一部屋で携帯だけいじくるような、子たちがいっぱい増えた結果、歌舞伎町にたどり着いて、その方法として、まあこういうところに行ければまだしも、フリーランスの、売買春、それを誘致するプラットフォームも、もう。あ、アプリとかですか？アプリとかですね。もう今、アプリどころではないと思います。はい。で、が起きて、だからこれがいわゆる、新規イノベーションですよね。が起きたってことですよ、本当に。で、それであとは、これはちょっと、まあ私もおっさん世代なんであれなんですけども、とんでもない新規の需要の拡充、もう暴走するおっさんが、いや、もうすごいですから。あ、若い子がすごく多くなったっていうので。多くなって、で、そう、こういうものをやってるからって言って、おじさんたちが、やってくるわけなんですよ。はい。これは実情なんですよ。だもんで、その、外から来た、要は、だから歌舞伎町っていう、その、リージョン単位で見たら、歌舞伎町からすれば外貨ですよね。おじさんたちが運んでくる。そのお金を結局彼ら彼女らは取得して、で、彼ら彼女らは外で遊ぶこともないので、中で結局経済圏作ってるんで、彼らは歌舞伎町の事業者となってぐるぐる回しちゃってるっていう、これは歌舞伎町マネーサーフィットセオリーって書いたんですけど、そうなんですよ。で、っていうのが起きちゃってるのが実情です。はい。これが本当の実情ですっていうことです。はい。はい。はい。で、ちょっと、で、この歌舞伎町っていうのは、今すごいいいんですけども、これ本当僕も歌舞伎町人間として来てて誰にも言ってないんですよ、歌舞伎町の。だから、お前桜井何言ってんだって思ってるやつ多分いっぱい出てくると思うんですけども、歌舞伎町のこういう、ことも続かないとは思うんですよね。いくらでも原始的ですし、だから、この今の状況って皆様どう思いますかっていうのは今日、本当、コケさんの前で話すことじゃないんですけども、っていうところがありまして、で、この、まあ、民主主義を機能させるための世代間闘争とアノクラシーの形成って、これちょっと過激なんですけれども、世代間闘争っていうのは当然、なんていうんですかね、ただ単に叩けではなくて、若い子たちも私たちのこと突き上げてほしいですし、私たち世代、私46なんですけど、私たち世代はロストジェネレーションとかって言ってますけども、そんなもん私たちの勝手ななんかエゴでしかないと私は思ってて、その所得10万円っていうところから今のパクス歌舞伎町までのこの3年間っていうのは、彼ら、彼女らの3年間っていうのは、私たちの20年間とかよりも、もう、とんでもないロストだと私は思ってるんですよね。うん、だもんで、若い子たちは私たちを突き上げてほしいですし、ちょっと私、個人的なことになっちゃうんですけど、私は団塊世代とかの人たちがあまり好ましくないので、私たちは彼らに対しては、私、幸い、所属がないので、師匠、こちらだけなので、所属がないので、いくらでも、
陳情して戦ってまいろうかなと思っています。で、何が必要かっていうと、このアノクラシーっていう中間の考え方とか、中間的な組織、まあ先生いつもおっしゃってる組織だったりとか考え方を形成するために、必要だと思っております。で、我々親世代が結局、ちょうど私はまあ子だくさんなんですけど、私たち親世代が結局貧困だから子が貧困なんですよね。ちょうどちょっと乗っけてないですけど、昨日か例えば18歳の子が子供を産むって思ってるのが過半数が産まないと思ってるって、その理由が、やっぱ金銭的な精神的な時間的なっていうのがあったんですけども、それは親を見てるからなんですよ。18歳の子にそんな判断できるわけないじゃないですか。うん、仕事がついてないのに、うん。だから親を見てるからそうなってる話だって、うん、その安心を与えるっていうことをもっと懸命に、やらなくちゃいけないだろうなって思っております。ということですね。はい、だから若い子たちは私たちを突き上げてくださいっていう、うん、私は私で戦いますんでっていうところです。はい。っていう偉そうに言いました。以上、そうですね。だから病原菌は、ちょっとこれ飛ぶんですけど、やっぱ国家不介入菌ですね。本当にあと国民不関心菌ですね。っていうのが、やっぱり、これも結局、例えば、SNS によって、みんな政治参加っていう集団錯覚を起こしてるだけなんですよ。だから、参加してると思ってるだけであって、参加してないんですよ。だから、なんていうんですかね。もっとぶつかって、だからホストを叩くとかってやってますけども、ホスト君、案内しますよ。ホスト行ったらわかります。真面目な子ですから。20歳ぐらいの真面目ないい子ですよ。ただみんなが教育されて、集団の中でお金を使わせようと思って一生懸命なんですよ。で、女の子はお金を使いたくて来てるんですよ。何がしたいわけじゃないんですよ。お金を使いに来てるんですよ、彼女らは。なぜならもう大人に絶望してるからって。だから私が思うのは団塊世代の市場放任主義っていうのは勘違いなんですよ。ラッキーぶっこいただけなのに実力だと思ってる。で、若い子たちっていうのはもう大人に任したくないっていう同じ市場放任主義になっちゃってるんですよね。それを違うっていうふうに言えるのは我々世代かなと私は思ってますんで、共に動きましょうということで、はい、よろしく。いや、以上でよろしいですか、はい、よろしいですか。というわけでですね、はい、よろしいですか、よろしいですか。桜井さん、チャレンジされるんですよね。いや、そうです。だから、これがいつ放映なのかわかんないんですけど、新宿区議に出ようかなと思っております。統一地方選挙ですか。そうです、そうです、はい。はい。はい。出ようと思ってます。立花隆さんから、お前なんか100票しか取れ、歌舞伎町のこと言うじゃないですか。はい、だから、ね、お前なんか100票も取れねえわって言われてるんですけど、でも、いや、どっちにしてもそれが民意であれば構わないので、私は出ようと思っております。先生よろしくお願いします。本当に。すごい。すいません。頑張りますんで。意外とあれですよ、はい、三橋経済塾塾生の方々は、あまり立候補されてるし、もともと議員の方とかも結構塾生でいらっしゃるんですけども、はい、何気になんか、草加村塾みたいになってきたなって気がいたしますけども、吉田さんほど偉人じゃないんですけど、私は。どうですか？コウケさんもチャレンジされたら。あ、そうですよ。いやでもなんかすごいですね。4年前言いましたよ、僕。出てください。いや、まだ全然なんか脳みそが足りてないです。全然桜井さんほど。僕より回ってますよ、全然。いや全然。すごい。出てください、本当に。そうですね。ぜひ区議になって、はい、で、議会でね、現実をもとに、その、はい、まあ、発言して議論すると。はい、まあ、これは民主制の基本だけど、はい、現実を議員が知らないという、なんか最近すごく思うんですよ。これ新宿区もそうだけど、国政もそうですよね。はい。はい。そこの部分を改めるためには、結局我々一人一人が立ち上がっていくしかないのかな、という気がいたします。いかがでしたでしょうか、コウケさん。区議になったらどんなことをやっていきたいんですか？いや、その今言ったみたいに僕は市長っていうよりか、はい、僕は市長はもう固まってるんで、はい、変わるつもりがないんで、場をいっぱい設けていくっていう、うん、その、まあ、入ればいいんですけども、人集めるのはできるんですよ、僕、そういった。はい、映画二日酔いでみんなに行かせたぐらいですから、初日に行かせたんで、僕、はい、池袋とかパンパンだったんで、そういう人を動かすのができるので、はい、そういう場を常に作っていきたいなって。だから、そのための肩書きじゃないですけども、区議になれば、それなりに、
うん、できることはいっぱいありますんで、まあ、いっぱいありますよ、その臭いについてとかも。僕、区長には本当に結構直接文句言ってるんで、区長から嫌われてますけども、言ってるんで、だからそういう場をとにかく設けていくっていう。で、叩かせないっていう。で、はい、固まら、変にこう、囲い作らないっていうことをしていきたいなとは思っております。はい、よろしくお願いします。頑張ってください。頑張ってください。というわけで本日はですね、はい、桜井さんに歌舞伎町の、いや本当デマンドプロだね、嫌な意味でね、そうそう、本当にそういう現象をですね、まあ、お話しいただきました。桜井さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さんこんにちは、三橋貴明です。戦争はなぜ起きるのか、あるいは現在の日本の経済的な問題はなぜ解決できないのか、問題解決の路線というのは、まあ、2つ主にありまして、1つがユートピアニズム、こうあるべきだ論ですね。1つがリアリズム、こうだということです。で、人間あるいは国内政治あるいは国際政治というのは、このユートピアニズムとリアリズムが混在しています、はい、少なくとも世界は平和であるべきだと私もそう思いますけど、そういうユートピアがですね、未来永劫を通用するわけがない。じゃあ平和を維持するためにはどうするんですかということで、リアリズムというのを考えなくちゃいけないと常々思っていましたが、実はですね、第一次世界大戦が終わった後の、まあ、20年間の世界の情勢を見ていて、E.H. カーという人物が、その、まあ、危機の20年という本を出した。これが国際政治学の始まりだと言われています。で、当時と非常に似たような状況、現代世界は至っておりますので、ぜひとも皆さん、本講座を学んでいただいてですね、戦争はなぜ起きるのか、これを理解したとき初めて戦争を防ぐことができると、平和を追求することができるという真実を知っていただきたいと思っているわけでございます。というわけで私この度ですね、危機の100年 1919202X という新たな商品を作成いたしました。ぜひとも本コンテンツでですね、戦争が起きる理由、そして戦争を防ぐ手法というのを学んでいただければと思います。よろしくお願いいたします。あの日人類は誓った、もう二度とこの悲劇を繰り返さないと。第一次世界大戦、かつてない暴力と殺戮の共演、血に染まった世界、こんな景色は二度と目にしたくない。今こそ平和への道を歩み始めるのだ。しかし、そんな無垢な祈りに似た私たちの誓いこそが、さらなる悲劇の始まりだった。きっと、私たちの祈りは、誓いは、神には届かなかったのだろう。祈りが届けられたのは、神とは全く別の、美しくもおぞましい、怪物のもとへだった。その怪物は神にも似た崇高さで私たちを魅了し、神と同じく目には見えず、だからこそあまりにも手に負えない存在だったのだ。聖戦、第一次世界大戦以前の世界では何度となく聖戦が行われてきた。紀元前595年に古代ギリシアで勃発した第一次神聖戦争、聖地エルサレムを奪還するために行われた十字軍の遠征、神への信仰と熱狂は人々に生きる力を与えてきたが、それは時に聖戦という名の暴力へと形を変え、人類に混乱をもたらしてきた。だからこそ人類は第一次世界大戦のような悲劇を繰り返さないためには神を乗り越えなくてはいけないと考えた。私たちの理性によって自由、平等、進歩、調和、近代化、民主制、それを世界にもたらすために、理性によって世界を作り変える。人類初の国際機関、国際連盟の誕生は象徴的な出来事だったという。そう、理性によって世界は新たな平和への第一歩を踏み出し、誰もが理想社会を実現したかと信じている。しかしそんな中、
ただ一人の天才外交官だけが焦りを感じていた。パリ平和会議にも参加し、国際政治の中枢を目の当たりにした彼は気づいてしまったのだ。人類の平和への祈りが呼び起こした怪物の存在に、平和と進歩を与えると人類をたぶらかし、殺戮と混沌をもたらそうとする怪物の存在に、彼の名前は E.H. カー。イギリスの外交官にして歴史家、そして国際政治学という学問そのものまで作り上げた希代の天才というべき人物である。当時外交官として世界を股にかけて活動していた彼は、自らの目で国際政治を舞台に活動する各国首脳、そして外交官たちが怪物によって支配されてしまっていることに気づき、戦慄した。第一次世界大戦後の世界で、人類は神を理性によって乗り越えることによって平和を手にしたと勘違いしていたが、実際には第一次世界大戦以前の世界には存在しなかった恐ろしい怪物が神を語り、人類を支配し始めていたのである。そしてカーは1939年9月、人類にその怪物の存在を警告する一冊の書籍を発表した。ただ時はすでに遅し、くしくもそれはヒトラー率いるナチスドイツがポーランドへと侵攻、第二次世界大戦が勃発したのとほぼ同じタイミングだったからだ。もしその本が発表されるのがもう少し早ければ、人類はまた違った歴史を歩んでいたかもしれない。なぜなら彼はその書籍で、その怪物、人類をたぶらかしたある思想こそが大きな争いを引き起こすと警告、立ち向かうべきであると言っていたからだ。その書籍では第一次世界大戦後に現れた怪物の正体と、その怪物を乗り越え世界大戦という悲劇を繰り返さないための処方箋が書かれていた。現代でもその名著を今を代表する国際政治学者と評されるジョン・ミアシャイマーは、国際政治における20世紀最高の書物の一つと賛美を送り、英国哲学界の巨人アーネスト・ゲルナーは、自らの著作がカーから多くの英知を吸収したことによって生み出されたと告白している。しかしカーはあまりにも時代を先取りしすぎていた。今では常識となっている地動説を唱えたガリレオが異端視されたように、天才画家ゴッホの絵が生前は1枚しか売れなかったように、カーの書籍の内容はあまりにも素晴らしく、一流の思想家たちには歴史的名著だと賛美されるようにはなったが、当時の世界を動かす人間たちには響くことがなかったのである。しかも残念なことに、それは第二次世界大戦後も変わることはなかった。その後の世界もなお人類は怪物の支配下にあったのである。カーの予言が的中するかのように、またも怪物にけしかけられて、人類は世界大戦への道を転げ落ちていく。1946年、世界を二分する米ソ冷戦に始まり、1950年、朝鮮戦争、1963年、ベトナム戦争開戦、大国同士の代理戦争によってアジアに血の雨が降る。人類史上最も愚かな争いと評されるイラク戦争が開戦、怪物に導かれた人々が貧困国だった中国を着々と超軍事大国へと作り変え、ロシア・ウクライナ戦争の勃発によって戦後が終わり、そして次の戦場になりうる我が国日本は、怪物によって洗脳された学者政治家によって骨抜きにされ、滅びの道を突き進む。私たちは愚かしいことに、カーが残してくれた名著、怪物と戦うための武器を手にしていながら、これまで怪物への霊獣を続けてきたのだ。そして今や第三次世界大戦が目の前に迫っている。今こそカーが残してくれた武器を手に取り、怪物に立ち向かうべき時ではないのか。
現代の日本というのはですね、まあ、かつてないほどに戦争の危機に瀕しています。戦争を回避するためにはどうしたらいいんでしょうかということを考えたときにですね、その国際政治学に基づいたその戦争までに至るプロセスというのをまず理解する必要がある、こういうプロセスで進んでいくというのを考え、それで理解すれば止められるかもしれないと。これはですね、本当人類の宿話と言ってもいいんですけども、戦争を引き起こすその考え方っていうのはですね、まあ、大抵そのなんですね。最初にまあ見抜いて総合的に分析した方が、まあ、この方ですね、E.H. カー。1939年に危機の20年を刊行いたしまして、国際政治学を学問として確立した人物でございます。で、私はまあ現代の平和の創造者としてですね、この E.H. カーを中心に国際政治学についてお話をしていきたいと思います。第一次世界大戦後の世界でカーは何を目にしたのか。カーが正体を暴いた人類を戦争に駆り立てる怪物、ある思想の正体とは何なのか。なぜカーの警告があったにもなお人類は怪物に支配されたままなのか。第三次世界大戦を目の前にした世界で再び怪物と戦うための武器を手に取るために、経済の専門家である三橋貴明がカーの思想を丁寧に読み解き、現代版にアップデートすることで21世紀の国際秩序を破壊した黒幕と世界大戦が起きるからくりを白日のもとにさらす。三橋貴明、新境地にして集大成、危機の100年、1919-2020X、 名著で読み解く新国際政治学。カミングスー。